どうも、庶民です。マダムあゆかの部屋へようこそ。今週は変身企画でございます。本日今の顔すわこいついね横楕円でな似顔絵が描けるわということで、今日はこのメガネ坊ちゃんを私が可愛い現代和服アレンジおしゃれモダンガール大将風にしていきたいと思いますということで、私の場合はですね、着物の方に時間がかかるかと想定されますので、まあ、あれ髪の毛もね地毛なんでね時間がかかりますんで3時間コースをやばい、を目標にやっていきたいと思います、はい、それではマダムあゆかの大変身でいくぞウォッチッチのコーナーでございます、なんかパッと見一緒みたいな感じになりましたけれどもこれじゃありませんのでね、はい、とりあえず下だけ着ていただきました。あ、花澤さんがセルフで持っているカラコンをしてもらいたいと思います。はい、はい、ということで本日は私渡辺あゆかが総合プロデュースする花澤さんを可愛くしようのコーナーでございます。今回のメイクの、コンセプトはですね、私もともとやってみたかったんですけど、そばかすメイクというものがありまして、そばかすが普段ない人にチークを塗った上からペンシルなどを使ってね、てんてんてんとメイクとしてそばかすを作る。これがね、ちょっとこうなんか外国の女の子っていう感じで可愛らしいなと元々思っていたので、ちょっと今回初の、試みでございます。あと花澤さんはですね、いつも眉毛の手をですね非常に抜いている、そこがね気になっていたので、私結構眉毛はキリリと描くタイプでしたので、そこはね私らしくということで眉毛をキリリと描きまして、そして全体はオレンジでまとめて、ちょっとね、なんだろう、海外の外国の女の子って感じの顔つきにしてみたいと思います。はい、ということで、ひとまずこちらで日焼け赤毛の、あら結構なんか赤毛のあんかが出ておりますので、はい、マーベラスということで、続いては髪の毛をやっていきたいと思うんですけれども、非常に長い動画になりつつありますので、ここをワープしたいと思います。ワープ、じゃーん、じゃーん、しょー、すごくない？めっちゃいい感じじゃない？これ、ちょっとこのね、本当は前髪をね、このね、もっとねグイーとね丸くしたかったんですけど、丸くできなかったんで、このアクセントはこのお花とリボンでございます。こちらとね、こちら、あら素敵。はい、ということで次は着物です。着物も時間かかるので飛ばしたいと思います。はい、どうぞ。はい、ということで完成でございます。皇居の周りにいる花です。お花さんでございます。それではイメージ PV の方を撮っていきたいと思います。あたりは一面暗闇になってしまいましたので、外ではなく中で失礼させていただきます。レッツイメージ PV。 はい、ということで無事に完成いたしました。ちょっとねこう雑誌の総演の表紙に出そうな感じのモダンな感じのね髪型、そして着物の着方にしてみました。普段はなかなかねやれないんです、私ね、古典の着物のね練習してるんでね、なかなかこういうモダンアレンジができないので、めっちゃ楽しかったでございます。髪型がねすごいね、三つ編みたくさんねぐるぐる巻きにしたので、皆さんよく見てください。そして手に持ってる丸い白い謎のものはですね、特に意味がありません。宝塚を意識してみました。これで今日の動画は終わりです。皆さんありがとうございました。